ジンでございます。日本酒みたいだねそうでしょ。へえ。ふんわりやっぱ米焼酎のようなね。甘っいや、うまい。土のバー研究室へようこそ。ようこそ。はい、というわけで今日はこちら、ジンでございます。日本酒みたいだねそうでしょ。へえ。よきつき。いい色してますね。うん、そうなんです。今日はこちらを足を見ながら、はい、またちょっと説明しながらやっていきたいと思います。はい、はい、というわけでじゃあ今日も行ってみよ う。水引きなのそれ。確かにそうだよね、うん、まあジンっていうとね、基本的にはトウモロコシとかお芋さんとか麦使ってみたりとかなんかいろいろありますけども。やりますね。こちらはですね、まあ瓶の通りですよ。米米まず日本酒にボタニカルを入れて、それを蒸留するっていうようななんか流れだそうですよ。ボタニカルには長崎の厳選したフルーツ、うん、この会社もやっぱ長崎なんですけど、うん、梅が枝酒造さんっていうのかな、梅の枝が由来があるらしくて、うん、ボタニカルに加えて梅の古木の木の枝を使っているそうです。ほえ、不思議じゃない。梅の木、梅の古木、梅の古木ってもうすげえサクサクになっちゃうやつじゃないですか。なんかそうだよね。多分ね。原材料が旬みかん、レモン、うん、ビワ、うん、イチゴ、うん、まああとジュニパーベリー等々入っていて、うんうんうん、で梅の枝、うん、でジュニパーベリー以外が長崎さんで、はい、やってます。すげえ楽しみ。ちょっとね不思議だと思うんですよね、うん、味見ていきましょう。はい、なんかそのポン酢みたいな開け方。おー、もう完全に日本酒じゃん。そう、日本酒なのよ。俺さ、さ、ここの陣に並んでて、うん、たまにふと、あれ、日本酒なんでここにあんのと思っちゃうんだよね。だって、こことかもほら、完全に ね、日本酒な感じがするし、ね、もう完全に日本酒っすよね、うん、この感じね。スクリューだし。しかもその残るやつだし。もう日本酒だよね。日本酒ですね。うん、日本酒を注いでるような気持ちになるね。はい、いただきます。ありがとうございます。あ、でもふんわりやっぱ米焼酎のようなね、最初に来るのはやっぱオレンジとかなんかそのみかんの感じとか、うん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 、フルーツのね香りが来るんですけど、うん、ふわっとやっぱ米焼酎だわ。柑橘系ジンな印象ですね。そうですね。オレンジピールが凄まじい梅の古木感は全然ない。確かに梅の木って食ったことあります？ないですね。あ、ないか、うん、すっげえもうなんかシケシケしてんすよあれ。なんでも食うよ。あなた、あなた枝とかさ花とかさ葉っぱとかさ食べる食べる。何食ってんのよいやもうほんとちっちゃい頃そういう遊びばっかり。キリンキリンじゃないでは味見てみましょう。はい、ありゃありゃありゃ、これ不思議。もったりしてるね、うん、キレがないね。甘っジン飲んで、うん、アフターに甘ってなることってめったにないじゃないですか、うん、苦いとか、うん、渋いとかいうのが残るんですけど、これはもう甘さが残る。すっきりしてないから逆に癖のような気になっちゃうかな。ウイスキー飲んでるみたい。ああ、その後味のもったり感がね、余韻のもったり感が、これ難しい、うん、多分マーティーニとかにしてもそうでもない気がするんですよ、うんうん、甘さに振るジンフィズとかさ、あホワイトレデーとか、レデーレデーあレデーね、レデー、ホワイトレデー合うんじゃないですか。なるほど、コアントローとか入るし、はい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 、あいいね、なんか良さそうな気がする、うん、相性いいと思う。確かにね、ジントニックでもうまいよこれ。僕は好きな味するけど。あ、ほんと？うん、僕ちょっと苦手かもしんない、うん、そっかそっか、うん、普通に買ってもいいかなって思えるよこれ。あ、ほんと？うん、あら、久しぶりにジントニック飲むかも。あ、久しぶりだね。ジンやるの久しぶりですもんね。うん、よっ、ほっ、よいしょ、はい、ありがとうございます。
甘っ。いや、うまい。うまいね。なんだこれ。コアントロトニック。あ、そうだ。コアントロトニックだ。甘さ控えめコアントロトニックです。うん。すっきりしてる。すっきりしてる。だからそれこそコアントロトニックってポカリみたいなね、うんうんうん、こと言うけど、うん、ポカリ。あの粉で作って薄まっちゃったポカリみたいな。みたいな、うんうん、氷入れないでいいって言ってるのにお母さん氷入れちゃったみたいな。うん、すげえすっきり。で嫌なところ苦いとか一切ない。うん、ないね。ね、ジントニックくださいっつってこれが来たらちょっと衝撃受けますね。これ衝撃だね。おすげえ面白い店だなって思いますね。うん、こんなすっきりなの飲ませるみたいなね。うん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 、もうね、こうやって持ってくる瞬間にね、ちょっとこの、そのコアントロトニック感のね、香りとかあるよね。うん。何これ、すごっ。すっきり。うまっ。もうないの。ごくごく飲めるよ。ちょっとラムネみたいな。ああ、はい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 。なんかそんな感じもあるよね。うん、ありますあります、うん。このジントニック飲んでから、これ改めてこのペーズのジンを飲んでみると、またガラッと印象が変わる。あー、ほんとだ。あーすげえ、ジンじゃないよね。もうジンじゃなくなる。さっきのラムネ感がよく感じられるようになって、うんうんうん、何これ、本当に面白い。え、これいいよ。なんかね、幼少期に戻るような感覚になるよね、このラムネ感がね。そう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 、僕に寄ってる趣味の人には刺さると思いますよ、うん、アイラーとか好きだよって方はぜひ飲んでみてください。ジン面白いわ。企みが面白いよね、うん、梅の期間はなかったですね。梅の期間は感じられなかったですね。はい、はい、というわけでありがとうございます、はい、今日はこちら梅ヶ枝酒造株式会社さんかな、梅ヶ枝かな、酒造株式会社さんのよきつきをご紹介いたしました。ジン好きの方は見かけたら、うん、手にしてみると面白いですね。そうですね、面白い、めっちゃ面白いこれ、はい、ぜひジントニックもすごい美味しかったんで、そう、はい、飲んでみてください、はい、はい、というわけでじゃあ今日はこの辺でまた、ありがとうございました。今はそうジントニックやってからだと、うん、甘いでしょ。めちゃめちゃ甘いね、うん、香り、うん、日本酒だよ。不思議、米感すげえっすよ、うん、渋いよ ね、 ねそれ一周ぐるって回ってんすか。あ、え、あ、回ってんだ。回ってるよ。すげえ。固めてあるのそれ。ほどけます。いや、ほどけないね、これは。くっついて固めてあるんだ。あ、いや、で待って、ここが動くわ。あ、じゃあほら縛っとるやん。ガチですね。ガチに、うん、そうだね、ガチじゃん、うん、ガチ。ってことはそれスポンって抜けんすか、そのあのスタバのスリーブみたいになってるとこ。これ、うん、抜けない、動かん。ってことは瓶詰めしてボトリングしてからそれ巻いてんすかね、もしかして。そうだと思うよこれ、うん、ピト職人が、職人がペタってくっつけてその後キュキュキュってやってらっしゃるんじゃないので、やってその後にここのシールをペタンってくっつけて内職のおばちゃんみたいな。そう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 、はい、人がやってんじゃないかなこれ。うん、なんかこれは機械じゃないもんね、ちょっとここがさ若干ずれてんじゃん。こうして、あ、本当だ本当だ、多分手なんじゃないこれって。そうですね、うん、多分ね。うわー、だこれもしかしたらこの瓶とかはこの酒造さんが日本酒売り出す時にもう使ってる瓶かもしれないよね。可能性高いですね、うん、でこういうのもそうかもしれないね、うんうんうん、でここだけ変えてとかさ、うんうんうん、なんかそんなことしてるのかもしれないね。墨筆でジンって殴り書いてますからね、うん、かっこいい。かっこいいよ。長崎でしたっけ。そう、長崎、長崎県佐世保。佐世保、うん、へー、あー、うん、らしいですよ。へーいろいろあるわ。面白いですね。面白い、ジンは本当面白い。千葉のジンってないんでしょうかね。千葉のジンって聞かないね、そういうの ね、 ね、千葉県産。なんかさ、最近の主流はさ、やっぱりその醸造所作った、じゃあ蒸留所作ってウイスキー作るんだけど、はい、それ間、その間のお金稼ぎ、はいはいはい、つなぎとしてジンやったりとかするので、はい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 、もしかしたらあるかもね、うん、うん。
YouTube をご覧いただいてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。